はいどうも、ケイキューです。今日はですね、今レトロゲームが熱いということで、今日もねレトロゲームの実況をねちょっとやっていきたいなと思います。で、今日やるのはこれ、教習サイヤ人。一本ですね、激震フリーザの動画を上げまして、その時に、その動画にねコメントにですね、まあ、自分はこっちをねよくやってたというコメントをいただきましたんで、ちょっとやっていこうかなと思います。これもね持ってますんでやっていこう。ね、ゲームスタートいきます。まあ、話はとりあえずはいいですかね。まずはね、ラディスと戦うところから始まります。いや懐かしいね、こっちも。これもね、やってましたね。ただちょっとだいぶ忘れました、もうこれ。最初ピッコロと悟空やでね。はい、ラディスが来ました。でラディッツ、ナッパとかとこう戦っていくっていう感じですね。あー、そう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 、こんな感じ、こんな感じ。まあ、基本は激震フリーザと似てますんで、まあ、まずはね、こっち行かないといけないですよね。この左上、左上やったよね。あー、敵来ましたね。さあ、じゃあこれ行こうか。で、激震フリーザと違って属性っていうかね、流派一致で、何倍だったっけ、攻撃力何倍か倍率かかるんですが、ちょっと忘れた、 1. 点何倍だったと思うんですけどね、確か。で、結構これね、コツコツね、ポイント稼がないといけないんですよね。敵を倒して。これで終わるかな?まだ終わらんかな?あ、敵の防御1っすね。あ、OK、OK、OK、終わった。これで今5獲得してね、カリン様。あ、そうそうそう、これカードも集めないかんのよ、これ。ここが回復でしたね。あれが回復で。あ、あっちやな、確か。うん、間違いないですね。悟空のところか。これは残しときたいですね。この辺があんまりいらないですね。ちょっと使おうか。こっち。さあ敵来た、これまずいわ、逃げよう。うわ、戦うしかねえ、マジか。やれるか。 OK、 まあ防御 Z なので、あ、これも大丈夫ですね、これも大丈夫。さあ戦闘力上がっている。攻撃の一瞬だけ戦闘力を高めてますんで拾いきれんやろ。8、 OKOK、 大丈夫大丈夫。あー、でもあんまいいのがないですね。まあこの辺で行こうか。でもこれね、最初悟空いるんすけどね、まあまあネタバレっつってももうねみんな知っとるか。まあ悟空がちょっといなくなっちゃいますんで、まあなんかピッコロが主人公みたいな感じはあるよね。ピッコロ使う時が多かったよね。さあ大丈夫ですね。でもこれ結構ウケるか。あー、結構受けましたね。17か、結構受けたな。逃げたい。これはね、こうしとこう、ちょっと重ねときます。これで戦闘になると悟空とピッコロ、一緒に戦いますんで、これでまあ戦っていこう。
これは大丈夫。これは効かん。よ。オッケー。そうやろ ?4 やろ。かっこいい戦い方してくるね。さあ、これ相手防御1なので、まあまあ、いいダメージ。29か。さらにね、ピッコロも戦闘力上がってますんで、決まるかな。よし、OK。一応今持ってるカードがこんな感じやね。はい、これね。カリン様と、あとは亀仙人。まあ、亀仙人使ってもいいけどね。まあ、まだ大丈夫ですかね。ピッコロで決めたいね。ああ、口から開口線か。まあ、でもそこまで使う必要ある？はい、これで。さあ、悟空攻撃。ただ敵は攻撃力1。弱い。よし。でも悟空ピンチですね。HP18 しかない。さあ、ピッコロの必殺で落とせるはず。よし、10、いいね。でここは Z 使おうか。使ってここでしたっけ。こうやったよね。あー、来た来た来た。ドラゴンレーダーですね。はい、これでレーダーゲットで、あれピッコロで行ってもダメでしたもんね。で進もう。で回復、ここは回復なんですよ。だ、この回復の周辺で戦って、まあ、バトルポイントちょっと稼いで、まあ、また進んでいくって感じですかね。これはね。最初そんな感じでしたよね。で、次がね、右でしたよね。確か。はい、まあこんな感じでいこうか。41はちょっと使う。さあ来ましたね。じゃあピッコロは結構いいのあるね。まあこの辺使えば余裕ですかね。さあ敵一体、うん、戦闘力上がってる。18、もう一回使いましょう。敵は必殺か。13のダメージ。カードを集めないかんかったよね、ここでね。集めたら楽やったかな、次のステージが。必殺いこうか。まあ、真っ向で十分やろ。Z か、でも。倒せますかね、これ。9のダメージ。ちょっとレベルアップを見せたいんですよね。なんでちょっと戦ってます、今。OK。勝ちましたね。そうやね。まあ、ここは。で、5でいこうか。はい、いきましょう。さあ、上のカード1枚、右でいこう。エンマ。バブルスか。ババ。よし。ババ手に入れた。で、バブルス。OK、バブルス手に入れて、次。ババか。OK、ババ手に入れた。
さあ、次。すいます。カード集めないといけないですよね。6いこう。さあプーアル、プーアル、オッケー。あー、シェンロン来た。シェンロン、オッケー、完璧じゃない。さあ父、父はここやと思うな。おー、オッケーオッケーオッケー、完璧やろ。見えとんだよ俺には。あ、父、父はね、ここやな。よーしよしよし、父ね、見えてる見えてる。プーアルここだろ。そしてラスト、父右やろ。あー違うか、惜しい。結構揃いましたね。カードガンガン揃ったけど。でカードが今ね、一応今手に入れたのはこんな感じ。プーアルがこんな感じで、まあ父ね、はい、これ結構使えるので、あとはシェンロンね。でバブルス、ちょっと戦おうちょっとレベル上げるっつってさ、ちょっと戦いましょう。さあ、悟空ピッコロで戦います。隣接してるので戦えると。これで行こうかな。じゃ回復の近くで、まあ2人でこうやって行動して、まあバトルポイント稼いで進んでいくっていう感じかな。ラディッツどうやったっけ。ラディッツあんま強くなかったよね。でもあるかもしれないんでね。めちゃくちゃ久しぶりなんでね。で、ほんとこれコツコツ稼いでいくとね、かなり強くなるんでね。修行はね、あんま良くなかったよね。激震フリーザの時は修行激アツですけどね。ちょっと一気に進もう。はい、戻る。回る。はい、敵来ましたね。さあ、敵一体。ここはちょっと一発これでいこうか。口から開口線。エネルギー波。でピッコロの攻撃ですね。さあ口から開口線と。あ、修行あったね。まあこの周りとかで戦って、あとはこういう感じですよね。稼いでいくっていうのでね。1いこうか。さあこれ悟空と、もうこれで余裕やろ。あ、一発で終わらせ、うん、オッケーオッケー強いわ。ピッコロはどうすかな。悟空ちょっと一回回復しとこうか。454。悟空も進む。さあ修行来ましたね。行きましょう。上に出たカードより大きなカードを出す。失敗したらBE が5減るぞ。
星の数、数字の数、どっちします？数字が強いね。よし、じゃあ2でいきましょう。5か、はい、6で。1来てくれれば楽やけどね。まあ、3か、じゃあ4で。まあ、77なんで勝てると思いますが。よし、OK。1来い。ギャーそらそうやね。そらそうやわ。じゃあ2で。あ、来た。これがね、結構めんどくさいよね。いやー、この人数はめんどくさいよね。ピッコロ行こうか。いやー、どうすかな。確実に1体ずつ落としていく。もう一発で落とそう。さあ、ピッコロに攻撃。これでも結構受けますね。まあ、あのカードあるんでね、カード使っていけば、まあ、問題ない。しかもちょっとめんどくさいやつ選んだ。 OK、 でも落ちましたね、一発で。さあ必殺。15のダメージか。もう忘れたんすけどね、ラディッツの前にさ500くらいあればよかったっけ。悟空はちょっとこれで一気に攻めるか。ピッコロはそうですね、ここは、はい。さあ悟空に攻撃。これ大したもない。BGM とか懐かしいわ。もう ZZ 強すぎるやろ。こいつどんだけ強いカード持っとんやこいつは。19、いや結構受けましたね。これはでもさあチャンスと。いやーこれでも必殺なんですが効かんよね。あ、いけるか。 OKOK、 落とした。さあそしたら悟空はまあこれで、ピッコロはこれで。うん、30ね。さあこれでね、落としたい。いやー落ちるはず。よし、さあ、あと敵一体ですね。これは適当に4445を使おうか。まずい。セット大丈夫か。あー全然大丈夫ですね。まあ、BP ちょっと上がってますしね、強くなりましたね。さあこれ落ちるね。これで17、悟空レベルアップしました。そうそう、これをねちょっと見せたかったんですよ。さあ亀星にミスターポポ、いいね。はい、ということで、まあ、今回はここで終わりますかね。まあちょっと次回あるか分かんないですけどね。ちょっとでもセーブしとくわ。もしかしたらね、ちょっとラディッツ戦とか出すかもしれないです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。